新兵は天皇を及び五者の護衛を目的とする軍隊。制度的には文久三年と慶応四年、明治四年と三度設置されている。慶応以降に設置されたものは明治政府直属の軍隊としての性格を持ち、長兵令による新式軍隊成立後はこの絵師団に再編成された。主に殺蝶度の藩主中心に編成された。単に新兵とも、 文久2年11月27日、直子三条耳らは、上位正席、新兵設置の直上を、将軍家持ちに伝えた。文久3年3月18日3月、三条耳の権威によって、天皇護衛の兵として設置された。10万国以上の大名に対し、1万国に1人の割合で兵を供出させた。同年9月に廃止されている。9月5日、朝廷は、 新兵解散を命令した。慶応4年2月20日、蕎麦、伏見の戦い後の軍事的緊張に対応し、京都御所の護衛のために設置された。直後に、京都警備隊を名目に、諸藩からの県兵が集められたが、実態は、長州藩の一部部隊を中心として、在京の諸藩の浪人を集めただけに過ぎなかった。翌年2月には、戊辰戦争戦争終了を理由に、 県兵は廃止され、戸塚川豪氏ら400名による組織に縮小された。東京テント後には、長州藩部隊が東京城警護に当たった。明治3年12月、山形有友は当時鹿児島藩の政務に当たっていた、西郷隆盛に対して、天皇と中央政府を守るために、薩摩藩、長州藩、土佐藩の県兵からなる新兵を組織することを提案した。これは、 当時中央政府に属していなかった西郷を薩摩藩の新兵入居を口実に政府内に入れることで政府の強化を図る側面もあった。ただ、この構想には複雑な政治的背景があった。木戸孝義はこの後新兵の力を背景に廃藩置県やそれを支える官僚、租税制度の整備などの中央集権化政策を一気に実施しようとした。だが、 大久保利道は、木戸や大隈重信が進める、急進的な政策には、批判的で、自己の出身基盤である、薩摩藩の新兵入教と西郷の入閣は、この流れを変える足がかりになると考えたのである。これを受けて、西郷は明治4年1月4日に、鹿児島を出発して、東京に向かったが、その際に出された、西郷吉之助経験書には、 上官の整理や不反権産地制の維持、鉄道建設などへの批判など、木戸、大熊路線への批判、大久保路線の指示とも受け取れる現時も存在した。だが、途中で大久保、木戸と合流して、両者の意見を聞き、さらに東京では、大熊らが、西郷が、中央集権化に反対して、薩摩藩の独立やクーデターを起こすのを危惧していることを知った西郷は、 清掃の深刻化を危惧して、政治的な問題については新政府官僚への、薩摩藩などの倒幕功労者の起用の提言に止め、自らはもっぱら新政軍隊の編成に力を注ぐ、こととして、一旦鹿児島に戻って、準備を開始した。2月13日、入居した西郷を中心として、正式に、御新兵として発足した。長州藩は御新兵への憲兵を出し渋ったため、 殺長土の中では最後に招集に応じた。古新兵は、名目上は、兵部教、有栖川のみ当たる人親王を長とし、交渉は1万人であったが、実質は8000人もしくはそれ以下であったと言われている。殺長土三藩としては、藩兵を維持するための財政負担が大きく、その負担を政府に肩代わりさせられることが三藩が、憲兵に応じた理由に挙げられる。だが、 政府にもご新兵を維持するための財政的余裕がなく、早くも3月には、区内省の予算から10万両が維持費の名目で、兵部省に移されている。それが、起土、大熊の主張する、地方行政組織と税制の改革着手の主張を後押しした。また、大久保、西郷の主張する維新功労者の登用の先駆けとして、明治3年の大倉省、 民部省分離の際に、木戸、大熊派にくさびを打つために、大久保の推挙によって、北県知事から民部大進むに起用された、松方正義からも、財政問題の打開には、最終的には、地方行政組織と税制の改革しかないとする、意見が寄せられると、大久保、西郷側も次第に、木戸、大熊側に歩み寄りを見せた。7月14日の廃藩のには、 御神兵そのものの威力も去ることながらその整備をめぐる諸問題の浮上があったのである。御神兵は廃藩置県とともに、明日ともに近代日本最初の国軍として機能することになった。その後、徴兵令の施行とともにその役目を新軍隊に譲って本来の業務である皇居警護に専念することになり、明治5年3月9日にはこの絵と解消され、 明治24年には陸軍のこの絵師団となった。ありがとうございます。